Baby Bus. Hi. ここを登録してね。いい子ね。おむつを取り替えましょう。あら。あれ。あら。キキミュウミュウ、私今出かけなきゃならないのよ。赤ちゃんの面倒見てくれないかしら。はい、いいですよ。かわいい赤ちゃん、なぜ泣いてるの？ペロペロキャンディあげる、泣かないで赤ちゃん。かわいい赤ちゃん、なぜ泣いてるの？ボール一つあげる、泣かないで赤ちゃん。かわいい赤ちゃん、なぜ泣いてるの？紙飛行機あげる、泣かないで赤ちゃん。赤ちゃんが何をしたいか分かったわ。かわいい赤ちゃん、なぜ泣いてるの？お星様を見ましょう、泣かないで赤ちゃん。かわいい赤ちゃん、はは笑ってる。楽しくかくれんぼ見つけた赤ちゃん。見てくれてありがとう。助かったわ。どういたしまして。ああ、ちょっと待って。お母さん今行くから。ママ、赤ちゃんは私が見てあげる。ボール遊びする？赤ちゃん、お腹が空いてるんじゃない？あ、いい考えがある。はい、ママ食べましょうね。あーん、はい、上手。もう一口。あーん、もういたずらっ子ね。あ、自分で食べるって？いいわ、食べてごらん。すごいすごい、自分で上手に食べれるね。あ、お姉ちゃんにもくれるの？あー、眠くなったのね。Ha ha ha!
今日は父の日よ。私絵を描いてパパにあげるつもり。できた。でもなんか少し足りない気がする。ビビ、もうこれパパにあげるプレゼントよ。落書きするなんてどうしてくれるのよ。できた。完成。ティミ、ありがとう。パパ、ハート、ハート。ミミ、ティミ、そろそろボードゲームするぞ。はい、今行く。スキドマリンカティンカドゥ。スキドマリンカティンカドゥ。私のパパスーパーヒーロー、一番強くはないけど教えてくれる勇気を、スーパーヒーロー。スキドマリンカティンカドゥ。私のスキドマリンカティンカドゥ。スーパーヒーロー。私のパパスーパーヒーロー、一番かっこよくはないけど一緒に遊んでくれるスーパーヒーロー。キドマリンカディガドゥ。私のキドマリンカディガドゥ。スーパーヒーロー。私のパパスーパーヒーロー、一番優しくはないけどお話ししてくれるスーパーヒーロー。キドマリンカディガドゥ。私のキドマリンカディガドゥ。スーパーヒーロー。キドマリンカディガドゥ。私のキドマリンカディガドゥ。スーパーヒーロー。パパ大好き。父の日おめでとうパパ。お、お、とっても嬉しいよ。ありがとう二人とも。わーい。あ、乾電池どこに売ってるのかな。うん、うわ、自販機だ。乾電池を押して、乾電池だって、どうしよう。あった。乾電池が出てきた。よかった、バレなくて。服、ここに絶対に来ちゃダメ。ダンダダンダダンダン。なんで自販機が。サイダー飲もうっと。どうしよう、サイダーないのに。なんで出てこないんだ。いい手がある。あっ、
え？ふふえ、俺って頭いい。もう一つ変わった。え、何を変わって？とにかく方法があるはずだ。リンガ。食べかけのリンゴじゃないか。おかしいな。困ったな。あの手があった。新しいリンゴに変わった。自販機が勝手に物を交換してくれるの？ミュウ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 、ちょっと来て。とっても不思議な自販機なんだ。不思議な自販機ですって？本当に？一回試してみなきゃ。どうしよう、ミュウミュウは頭がいいから。じゃあ私はレモンジュース。レモンジュース？どうしよう、レモンジュースってどんなだっけ。とりあえずこんな感じ。あら、これレモンジュースじゃないけど。あら、本当に交換してくれるのね。ほら、言った通りだろ。違うわ、これでもない。それじゃあ今度は牛乳。あ、牛乳？それならここにある。絶対に失敗できないぞ。キキ、早く出てきなさい。わかってるのよ。ミュウミュウ、僕が自販機を壊しちゃったんだ。壊した？見て、壊したんじゃなくてコンセントが外れてただけ。ベビーバス自販機です。本当だ。僕もやってみる。ママは出かけるつもりよ。あなたたち、今日家でパパの言うことよく聞いてね。はーい。ミミ、まったく、パパの言うことなんか聞かないな。もうパパは知らん。いてて、お尻が。私お腹すいた。パパがご飯を作ってあげよう。ブキッチョパパは慌てんぼ、あたふた失敗だらけ。何が起きたか当ててみて。おう、卵が黒焦げ。パパ、卵焼きが真っ黒になっちゃったよ。ブキッチョパパは慌てんぼ、あたふた失敗だらけ。何が起きたか当ててみて。 No! ジュースと間違えた。ブキッチョパパは慌てんぼ、あたふた失敗だらけ。
何が起きたか当ててみて。ああ、スカート破れた。あ、お気に入りのスカート。ルキッチャパパは慌てんぼ。いろんなことが苦手だよ。それでもやっぱり大好き。ヘイ、パパが一番だ。わあ、消防車完成。パパ本当にすごいね。みんなで一緒に競争だ。やろうやろう。私の消防車が絶対勝つわ。スタート。パパも大好きだよ。幼稚園は楽しい。今日はモモが初めて幼稚園に行く日です。モモにはどんな面白いことが待っているのでしょう。あ、キキとミュウミュウがやってきます。ママママ、幼稚園に行か。私行かない。どうして。うちがいい。幼稚園になんか行かない。幼稚園が終わってからうちに来ればいいでしょ。新しいお友達に会えるかもしれないよ。綺麗な先生もいるし、面白いおもちゃもいっぱいあるよ。やだやだ、行きたくないの。キキ、どうする。トゥトゥにお願いしてみよう。ベリーバース、トゥトゥトゥ、アブラカタブラ、やあ、やあみんな。モモ、どうして泣いているの。幼稚園に行きたくないっていうの、どうしたらいい。どうしたらいいかな。あ、ミュウミュウ、遅刻しちゃうよ。でもモモが、モモのことは僕に任せて、早く行って。トゥトゥ、モモのこと頼んだよ。どうして幼稚園に行きたくないんだい。幼稚園に行ったこともないし、初めてだから怖いの。モモ見て、ちょっと待って、ほらこれだよ。え、何これ。透明スプレーさ。これを吹きつけたら他の人からは見えなくなるんだ。わ、本当？初めて会う人を怖がらなくてもいいだろ。僕と一緒に幼稚園に行く？幼稚園に着いたよ。モモ、中に入ろう。みんな私のこと見えないのよね。あ、わあ、綺麗だわ。何描いてるのかしら。わあ、キキの蝶々の羽、とっても独創的ね。羽とお尻がつながってるわ。あ、先生とっても面白そう。皆さん、虹が見たいですか。はい。わあ、虹だ。とっても綺麗。わあ、あ、不思議。皆さんもやってみたい。はい。先生、私もやる。私、見えてないのね。キキ、キキ、一つちょうだい。ミュウミュウ、ミュウミュウ、一つだけちょうだい。本当に美味しい。美味しくて体にもいいのに、モモも一緒に食べればいいのに。
あ、ミュミュ、何？ママって誰のこと？あ、モモ、どうしてここにいるの？あ、キキ、ミュミュ、知らない人がいっぱいいて緊張しちゃう。あなたがモモ？私は先生のミミよ。お腹空いてるの？ケーキをどうぞ。やあママ、僕はテンテン。僕は福って言うんだ、よろしく。あ、先生ありがとうございます。みんなありがとう、私はママよ。あ、一体何事？地震？トゥトゥ、私のこと見えてるみたい。ママ、うっかり忘れてたけど、透明スプレーの効果は一時的なんだ。時間が過ぎるとまた元に戻るんだよ。ああ、そうだったのね。じゃあみんな、こっちに来て一緒に食べましょう。えへへ。幼稚園をあんなに怖がっていたももは、幼稚園が大好きになりました。みんな、幼稚園は怖くないよ。先生やお友達と一緒に遊んで、食べて、お勉強ができる。とっても面白いところなんだよ。起立。1、2、3、4、5。ミミ、もう寝なさい。ママ、私もっと遊びたい。いい子はもう寝る時間よ。でも私まだ全然眠くないの。それじゃあママが絵本読んであげるわ。わいわい。私ママに絵本読んでもらうの大好き。早く早く。ママ今日はどんなお話？お月様とお星様のお話よ。ママ、外にもお月様とお星様。そうね。三日月夜空にぽっかり、そろそろお眠の時間だよ。いい子は早く寝んねしよう。明日もっと遊ぼうね。空にキラキラ、うとうと眠の時間だよ。いい子は早く寝んねしよう。明日また遊ぼうね。おやすみ。星と三日月お空。